こんにちはの皆様、私、米国下院議員、ジェームズ・カマー、非常に興味深いニュースはアメリカから来た。私の同僚の J.I. メートル、J.R.D.A.N. と私は、調査のために C.O.V.I.D. 実給の期限に関するデータを、米国大統領の J.E.B.I.D.E.N. の政権に要求しました。米国下院の監督改革委員会によって発行された声明は、提出された問題について発行されました。私は下院監督改革委員会のメンバーです。下院立法委員会のメンバーである私の同僚の J.I. メートル、J.R.D.A.N. 派、COVID 実給の期限に関する調査に必要な情報を提供するよう要求してホワイトハウスに訴えました。この文書によると、初めて説明をしなければならない人物のリストが調査の一環として公開されたという、必要な情報を要求する公式の手紙は、米国保健長官、ハビエル・ベセラ、国のチーフ感染症専門家、アンソニー・フォージ、および他の重要な関係者に再送信されました。私は、彼らが将来の国の人口を保護し、ウイルスの出現の原因を確立するために、この問題に対処していることを明確にします。また、中国竹館の研究室が研究を行うための適格賞と助成金の配分の目的を検討する予定です。ここにそのような興味深いニュースがあります。友人は、チャネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は多くのことを私たちを助けます。詳細は説明に記載されています。好きなものを入れて、チャンネルを購読します。すべての作業なら、